道路清掃車や散水車など高速道路で活躍する働く車に直に触れることができるイベントが今日大田区で開かれました。この車の中には本邦初公開のエコ標識車もあります。これは夏休みに親子で首都高速道路に対する理解を深めてもらおうと開かれたもので、首都圏に住む親子50人余りが参加。今日は散水車や雪害対策車など11台が登場してパレードをした後、事故で横転したトラックを起こしてレッカー移動するまでのデモンストレーションなどが行われました。こちら高速道路でよく見かける標識車なんですが、この車実は本邦初公開エコ標識車なんです。ご覧通りですね、電力結構使っているんですけれども、エンジンの音が全くしないんですね。アイドリングゼロで、その代わり車に内蔵されている高性能バッテリーで全ての電力を賄うというものなんです。これまではエンジンのアイドリングで標識類を点灯していましたが、専用バッテリーによって10時間以上電気で稼働が可能。これによって燃料費を年間およそ67万円、CO214.5トンを削減することができます。その地球環境に少しでも貢献できるような取り組みを弊社がやっているということを感じ取っていただければなと思っております。また地上20メートルの高さまで伸びる12人乗りの高所作業車に体験乗車できるコーナーもあり、子どもたちの人気を集めていました。高くてふわふわします。怖かった。今後も首都高のさまざまな取り組みを見学できる首都高講座などを開催して利用者に理解を深めてもらうということです。